これは見逃せない対戦です。キックオフまであとわずかです。今日の舞台はエスタディオデバジェカス。雨が降る中、声援を届けようと大勢のサポーターがスタジアムに駆けつけています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。今日も熱いリーグ戦をお送りしていきます。この一戦はラージョバジェカーノがレガネスと戦います。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。主審の笛で試合が開始されました。パスが通りません。エラソン、何をしてくるのか。マークを外せない。体に当たった。クロスを出せるか。中央へクロスが渡る。ここはしっかりクリアされました。いいロブパスです。ルベン・ペレス、あそこはやらせたくないですね。ここはしっかりクリアしました。ボールを入れました。ルベン・ペレス、ロベルト・イバニエス、ここはレフリーが笛を吹きました。カードは出ないようですね。ファーポストにクロスが入る。ここはクリアされました。シーズンも折り返しを過ぎましたが、正直に言いますと追いつけなそうな差がついています。ええ、なんとか盛り上げてほしいんですが、逆転は難しそうですね。ここはキーパーが判断よく前に出ました。ここはインターセプト、しっかり予測していました。見事なパスですね。さあリードできるか。見事なパスカットです。いやー、今日の試合も楽しみですね。そうですね、いい試合を期待しましょう。前に進んでいます。主審は迷わずペナルティースポットを指差します。これで試合が決まるようなことにならなければいいですね。PK が与えられたものの、選手にカードは出ません。カードが出てもおかしくない場面ですが、そこまで悪質ではないという判断なのかもしれません。キーパー止めましたが、まだインプレー。オスカル・グイード・トレホ、アルバロ・ガルシア、相手に渡ります。ボールを前に運んでいく。ロベルト・イバニエス、クロスをディフェンスがブロック。ボックス内へ入れてきた。これは見事なパスカットです。慎重にボールを動かしています。惜しい、わずかに枠をそれました。
ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。スローインです。今のはパスミスでしょうか。サイドへ展開します。ボールをドリブルで運んでいます。クロスを中央に入れた。クリアして危機を脱しました。パスを回してチャンスを伺います。ボールを前に入れられるか。入った。ゴール。ホームチーム先制。ダービーマッチの先手を取ったことでスタジアム中から大歓声が沸き起こりました。映像が来ました。これは見事なパスワークでしたね。そしてフィニッシュ。この距離なら外さないでしょう。こちらのカメラからの映像です。監督も喜んでいるようですね。作戦通りリードができて一安心でしょうか。マルカエルラジオコネル18アルバロガルシア。ロベルト・イバニエス、スペースに出しましたがキーパーがいました。ルイス・アドビンクラ。ボールは相手に渡りました。スペースへのボール。タッチラインを割りスローインです。ここはクロスのチャンス。シュートだ。安定したボールさばきです。パスをカット。いい読みでした。柴崎岳。危険な位置です。緊張感が増してきます。じっくりボールを回しながら同点に追いつくチャンスを伺っています。ロベルト・イバニエス、前に出しましたが気を抜けません。このボールは重要です。ゴールキーパーがボールを抑えた。このゴール前で振り切った。またもピンチか。入りました。試合はまだ中盤ですがさらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。自陣のゴールに近い位置ですからボールを取られてしまえばこういう結果になるのは明らかですよね。もっと早めにパスを出すかクリアすべきでした。ゴールデンラジオバイエカノコネル22ホセパフォ。スコアは2対0。ここでハーフタイムを。後半戦が始まります。ケビン・ブア、ホナタン・シルバ。まずはパスを回して隙を狙います。柴崎岳、ボールをうまく動かしていく。2点のビハインドから流れを変えられるか。ロブで裏を狙います。
スローインが与えられます。クロスを狙ってくるか。このボールは相手にクリアされました。ルベン・ペレス、ロベルト・イバニエス、これはゴールキックになります。福西さんもご存知でしょうが、ボルシア・ドルトムントが移籍市場で大本命を獲得しました。非常に潜在能力が高い選手ですが、それをどれだけ引き出せるかが肝心ですね。自信過剰になって身を持ち崩したりしない限り、このクラブを代表するスーパースターとなれるでしょう。ディフェンダーのインターセプト、これはトラップミスですね。ボールを収められません。パスが通りません。ドリブルでボールを前へ。ここはシュートチャンス。キーパーが好セーブ。やっと本来のプレーが出てきましたね。ここで交代です。福西さん、この選手の今日の働きはいかがでしたか？抜群でしたね。マンオブザマッチの候補じゃないでしょうかね。さあ、ボールを蹴った。ゴールにつながるプレーとはなりません。この位置からチェックされています。相手に当たりスローインです。ゲームを作るパス。またまた通ります。ここはインターセプト。しっかり予測していました。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、ボールを裏へ上げてきました。ゴール前に入ってきました。このパスは通らない。ここは縦をつくでしょうか。味方の位置を確認する。ここはゴールキーパーがうまく前に出ました。ルベン・ペレス、着実なビルドアップからチャンスを狙います。いい位置です。出足が鋭い。カットします。ルーズボールです。ボールはどっちだ。ドリブルで進んでいます。ロベルト・イバニエス、いいボールを送りたい。
いいクロスが中に入った。ボールをクリアします。ベベ、ディフェンダーがここで食い止める。さあカウンターで一気に行きたい。カウンターアタックに入りましたがボールを奪われました。ファールの判定です。フリーキックですね。レフェリーが今のプレーに注意を与えます。少しラフなプレーが目立ちますね。これはどうなりますか。敵陣へボールを運ぶ。ボックス内へ入れてきた。素晴らしい読みでインターセプトしました。味方を走らせます。サイドのスペースが広く空いています。ニアポストへ入れてきた。弾きましたがここはプレーを切りたい。ホナタン・シルバ、エラソ、柴崎岳。ゴール前、期待も高まります。さあ打った。これはゴールキーパーが問題なく対処します。アルバロ・ガルシア、ゲレーロ、しっかりとしたディフェンスです。ルベン・ペレス。試合終了です。このダービーマッチはホームチームが制しました。いや、非常に見応えのあるゲームでしたね。見事にライバルを下しました。次回の対戦も今日のような興奮する試合になるといいですね。期待しています。今後につながる活躍ぶりでしたね。よくやっていました。勝利につながるゴールを決めてくれましたね。主審の笛で試合が開始されました。惜しい。わずかに枠をそれました。パスを回してチャンスを伺います。入ったゴール。ホームチーム先制。このゴール前で振り切った。またもピンチか。入りました。試合はまだ中盤ですがさらに点差が開いてしまいました。ドリブルでボールを前へ。ここはシュートチャンス。キーパーが好セーブ。やっと本来のプレーが出てきましたね。